アッパーミドル層になってくるとやっぱ買える会社っていうのが限られてくるから、やはりレビックっていうところがそのファンドとして受け入れて、まあ、うまく債権を処理するっていう方向になるんだろうというふうには思います。熱血コンサル基礎産業。基礎産業のチャンネルで会社を紹介してもらえると聞いたんですが、本当ですか？ PR 広告運用スキームっていうものを販売します。うちのチャンネルで人材が欲しいとかね、事業の提携先を募集したいとか、うちの会社を PR して新入社員の PR 材料にしたいとか、そういったような方いらっしゃいましたらお問い合わせいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。東京商工リサーチなどのニュースを見ていると、再生支援を地域経済活性化機構レビックに申請したというニュースがあるんですけども、レビックは具体的にはどのようなサポートをしてくれるのでしょうか？小規模の会社には関わりがない機構なのでしょうか？小規模な会社には関わりがないね。ぶっちゃけ最近そうは言って悲観することは全くなくて、レビックみたいな会社っていっぱいあるんだよね。うちもなんか似たようなことできるんだよね、実を言うと。わかりやすく言うと、借入金が1億円あって資産が2000万しかないって会社があったんですでしょ。そしたらこの2000万の資産を買い上げて、借金を棒引きにしてくださいという考え方だよね。じゃあこれ言い換えると、レビックってどういうふうな会社をこのスキームに当てはめてくれるんでしょうかっていう話になってくるよね。レビックって公的な機関なので、公的なお金ってたくさん集めてるんだよね。ということは公的なやっぱり事業でないとなかなか難しいのかなということかな。一番よくあるのは病院だね。病院のとか介護関係とかの借金棒引きをスキームに当てはめる場合には、まあそのレビックをよく使うってケースが多いのかな。まあそうじゃない人たちっていうのはレビック以外のところっていうことになってくるんだよね。だって例えばよ、そのこれ今の話をもっと大きく考えたらいい。資産が10億円ありますと、病院だったらね、負債が100億円ありますという話になってくると、その破産させるともう何百人何千人っていう社員が働いてるっていうことと、それと同時に患者さんが多いよね。昔あったじゃん、福岡県横橋市とか鹿児島市だったっけの方で、介護施設がね潰れてみたいな。ほんでその借金棒引きのスキームに当てはめるっていう、もう全然知恵がないもんだからさ、なのあれ、ああいうのこそリビックにぶち込んどけよかったんだよね。だけどあれ政治家同士がね、なんか横橋市の分だってそうだったじゃん、ね、市議会議員が作っとって施設で、もう秋高田市の話じゃないけど、市長が気に入らんけ、そこに入ってくる入居者になんか認定を下ろさんみたいな話でね、ほんで全然もうそこに入居が入らんかってみたいな。で、あれいろんな政治家があんまり印取ってから、いざ倒れるいうことだったらブワーって逃げる、もう政治家だから逃げるんだけ早いんで、だけどその後どう始末つけていいかわからんみたいな話になるわけよ。だからそういうのをレビックに話をしとけばいいわけよ。レビックからハンズオンで人が来て整理してくれて当てはめてくれるんだよな。だから政治家は甘い汁を吸って逃げる必要はなかったんだよね。だからレビックに一言言えば済む話だったんだよな、あれは。まあ、それでもかわいそうだったよ。あれなんかニュース出とったじゃん。みんなさ、中で入ってる人が電気代も払えんもんだから電気止められてね。ほんで行政の方はもうなんとかやっぱせんといけんみたい。なんか具合が悪くな、鹿児島の方の人が具合が悪くなったみたいなニュースあったね。なんかその立て続けに横足の問題が出てっていう。だからそういうなんか公的機関だよね。を守るためにはまあレビックっていうのを使うっていうのはよくあるよね。あとまあそこそこ大きいとか。まあよくあるのが、例えばまあ、普通の小さいフランチャイズワンショットが、例えば、エイバー武田塾みたいな、なんか2000万ぐらいで始められるような FC とかだったら、そんなにレビックを使うってことはないけど、例えば、山本学教室とかになってくると、一つのその会社がまあ年商8億円とか9億円とかいう会社が具合が悪くなってくると教育関係だから、これはちょっとレビック入れんといけんかなっていう。これはどこに圧力がかかるかというと、例えばヤマハが親なんか。ヤマハってそこそこでかいじゃんか。で、そこがやっぱりレビックに話して、一回レビックにぶち込んどいて、ほんで、あれだよ、鳥の解体と一緒だよ。胸肉のいいところはこことかね。もも肉のいいとこ、ここみたいな。
な感じで振り分けるんだよね。さあそういうそこそこ大きいところを振り分けて、まあ、解消するっていうところが、まあ、リビックっていうところなんだと思うね。だからやっぱ美味しくないとやんないから、商売の基本上ね。じゃあまるっとね、その例えばよ、この間のあれよ、夜食ハンター竹本明みたいにさ、ハト美味しいよみたいな、ハト一匹つね取ってからリスとかをスープにしてから、はい、あなたこれどうぞこれどうぞみたいな感じで言われんじゃん。零細企業って小さいからまるっといかんといけんじゃん。そういう風になってくると、じゃあ何もレビックで受ける必要あるのみたいなことになってくるという。だからまあ、スモールビジネスの層で受けるやり方と、ミドル層、ロアミドルってよく言うんだけど、ロアミドル層とアッパーミドル層とっていうところでは、まあ受けるところが違って。で、アッパーミドル層になってくると、やっぱ買える会社っていうのが限られてくるから、やはりレビックっていうところが、そのファンドとして受け入れて、まあうまく債権を処理するっていう方向になるんだろうというふうには思いますね。これからどうなんだろうね。なんかレビックって、だからお金余らしてんじゃないんかなっていうふうに思ってんで、大きいとこが潰れるってあんまないじゃんか、最近ね。小さいとこはいっぱいあるけど。大きいとこはなかなかいい七面鳥がおらんっていう状況になっとるから、お金を余らしてるんじゃないかなというふうに個人的には思いますけどね。まあ、再生支援の中でレビックだったり、まあ、他の金融機関が例えば債務免除をするとかっていう形でこう支援を受けられる会社っていうところで言うと、やっぱり事業内容っていうところが本当にここがないと地域の方とか他の方取引先に影響が大きいよねっていうところだったり、従業員をたくさん抱えていることで雇用をこの会社が潰れると守れないみたいな形の外部に対する影響が大きいっていう会社にしとかないと、そういったようなやっぱ支援を受けられないっていう形になるんでしょうか。まあそういうことだね。会社大きくしてないとね。だって今もう活性化協議会だって言ってるんだよ、名古屋の方とかだったら。もうなんか小さいとこは潰れてもらっていいって言ってんだから。え、だってみんな来るから、岸田って人が言っちゃうから、もうみんな来るの。でもみんな来てもなんかね、来るというか銀行がやっぱりバカの一つ覚えみたいにああいうとこへ頼むからなんだよな。もうじゃあこれなんか条件変更2回目はできませんから、もう活性化協議会行きましょうみたいなね。な、活性化協議会の方はもう条件変更よりもその借金棒引きっていう方向にマインド行くからね。ほな借金棒引きするような方向で持って行きましょうみたいな、いうような話になってくるじゃん。でも棒引き言ったところで引き受けてくれるやつがスポンサータイプで大体やるから、引き受けてくれるやつがおらんとなかなかまあ難しいっていうことあるよねって。だからこの話っていうのはなかなかバランスが難しい。じゃあ一般の中小零細企業はどうしたらいいかっていうことだよね。一番いいのは潰れないことが大事なんだよね。こういうところにお世話にならないことが大事。事業の継続性、赤字でもいいんだよ。事業の継続性っていうところをしっかり確保できるような企業になってくださいと。そのためには常日頃土俵の真ん中で営業してないとダメなんだよね。営業するための施策が一つや二つしかない人は、なるべく他の業界の話も見ながら勉強しておく必要があるっていうことになるんですよね。だからまあグループコンサルがあるんですよね。うちの会社はグループコンサルというのをやっておりまして、社頭毎月1万2000円かかるのかな。で、10分から15分ぐらい私と話してるんですけども、10人一組のクラスと5人一組のクラスというのがあります。実際100社ぐらい参加していただいててですね、200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと、そうは言っても、うちの会社は資金繰りのチャンネルなんで、すぐやっぱり資金つないでほしいとか、そういったニーズあるんですよね。だから、即効性のあるところをお求めの方は、個別面談コースというのを用意しております。こちらは財務資料からなんか一通り見ます。30分、4万8000円かなで受けてるんですけども、これの何がいいかというと、うちが、決済者なんですね、私が。で、実際内容を見てから、じゃあこれはやるやらないっていうところを決済しますので、ものすごい速攻性がある。まあ、正味、まあ、5日間ぐらいで融資したというか、お金を支援したっていうような例もありますのでですね。まあ、お急ぎの方はこちらから行かれるのがいいかなと思います。そうは言っても根本的な解決を目指すチャンネルなので、うちのチャンネルで見てもらってね、解決できるかどうかっていうところもあると思うんですよ。だからそういったような方は、ぜひ無料から入っていただきたいと思っておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、
お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしております。